他の商品を完全に置き去りにしてしまうクリップボードを見つけました。それがこちら、キングジムさんのマグフラップです。今回はこちらを紹介させていただこうと思います。こちら本体スペック、サイズは普通のクリップボードですね。価格は1000円プラス消費税、まあ、ちょっといささか高いんですが、それだけの価値はあります。インターネット上での実売価格は600円台後半といったところかな。あと Amazon で注文したら中2個入ってたんですけど、これミスですよね多分。一つ目の特徴は全長クリップカバー。従来のクリップボードでは紙の端が浮いたり風が吹いたりした際ペラペラして非常に邪魔だったんですが、これなら防ぐことができます。もうこれ1個だけでも非常に助かりますね。2つ目の特徴は底面フラップ。風が吹いたり本棚に差し込んだりするとき紙がめくれていた問題を、これならばしっかりと解決してくれます。これも非常に助かりますね。屋外で使用する際なんかはわざわざクリップで留めていたんですが、これがあれば非常に操作が楽。やはり磁石は素晴らしい。ただこちらの底面フラップ使用しないときはちょっと邪魔ですよね、なんてところにももちろん配慮があります。こちらなんと使わないときは背面に収納できる設計となっております。いやー素晴らしい。本当に使う人のことを考えて作られてるなって感じますね。第3の特徴は背面フラップ。紙をめくった際上にある紙はどうしても邪魔になりますよね。なんとこちらを背面のフラップでしっかりホールドしてくれます。こちらは屋内外ともに役に立つ機能ですね。もうすごいねキングジムさん、様々だ。おまけにもう一つ機能があります。背面が磁石なので冷蔵庫等にひっつけることができるんですね。至れり尽くせりすぎる。というわけでこちらおすすめの商品です。ちなみに A4 用紙横向きバージョンもございます。短いですが以上です。さようなら。